超やばいんじゃないの？ちょっと力入れただけで崩れちゃいそうだよ。ここ相当ボロいっしょ。わかった。次へ行こうか。少し疲れたみたいだね。大丈夫？水でも飲むかい、ゆかちゃん。ゆか、大丈夫です。あたしもらうわ。よく飲む。やっと口聞いたね、あたしと。ポテチで塩分取りすぎるからちゃんと水も飲めって母さんがいつもうるさくてさ。お母さん、お前の家はいい両親か。さあね、放任主義イコール自由の提供って意味ならいい親なんじゃない？捨てとけってか。男だろ。つうか自分から手を出して殻を受け取ろうとするぐらいジェントルが欲しいわね、ゆかち。聞いてなかった。どうしたの、さつきちゃん。水飲む。